どうも。今回の動画は商品紹介です。ただ比較対象は持っていないので、あくまで参考程度でご覧いただければと思います。今は、ゾイドのグレートサーベルを組んでいます。全塗装に興味があって、地道に進めています。この塗装作業の前にやっているのが、ヤスリ作業です。ゲート処理を行うのですが、パーツ数が多くなると、ひたすら、これに時間がかかります。キットを次々買っているので、全塗装を抜きにしても、ヤスリに時間がかかるのでは組み立てきれません。この時間をなんとか短縮できないものか、と思った時に、そもそも、切り口をきれいにできれば良いのではと思いました。今使っているのは、ゴッドハンドの片刃ニッパー。もともとは、普通のニッパーを使っていましたが、片刃ニッパーになれようと思って、片刃ニッパーを使っています。片刃ニッパーとは名前の通りで、下はゆかりさん、上はキリタンになっているニッパーです。コツは上の刃だけを動かすことです。これでも切れるのですが、パーツの面にぴったりというわけではなく、ゲート処理は必要です。これを何とかしたいのですが、アルティメットニッパーは探さねばならない。であれば、相当する製品はどうか。ということで購入したのがこちら、ディスパイア STA3.0 です。ディスパイアは聞き慣れないメーカーですが、検索をすると海外では結構使われているようです。開封します。スリーブと箱に収められています。ケースとニッパーを保護するキャップが付属しています。ケースから取り出して工具箱などで保管する場合は、キャップの方が良さそうです。ニッパー本体を取り出します。これまで使っていたニッパーより小ぶりです。片刃ニッパーと並べると、大きさの違いがわかります。このニッパーも片刃です。両刃ではゲート跡をきれいにするのは難しいのでしょうか。では使ってみます。切り出してみました。ゲートが残っていますが、跡はきれいなものです。別パーツですが、ディスパイアのニッパーで切り出したパーツをヤスリで仕上げました。今はカメラで注視させているので気づきますが、完成品を普段眺めるときには気づかない程度まで綺麗になります。こちらは片刃ニッパーで切ったものです。切り口は粗くなっています。ヤスリで仕上げても発火して跡が残りました。ということで、ディスパイアのニッパーを使い、仕上げなしで一つ作ってみました。切り口は綺麗ですが、ゲート跡が多量に残ってしまいました。残る原因は二つ考えられます。一つは、私が元からニッパーの扱いが下手で、切るときに刃が傾いてしまっていること。もう一つは、ディスパイアのニッパーの面が合っていないことです。片刃ニッパーは、上下の刃の面が合っているのに対し、ディスパイアのニッパーは、上の刃が内側に若干寄っています。ちなみに、アルティメットニッパーでも、上の刃は内側に寄っているらしいです。上の刃が、切断対象に対し、適切に力を加えるためにずれているのだそうです。ちなみに、使い続けていたら、潤滑油がにじみ出してきました。しばらくは拭き取りながら使うことになりそうです。ということで、ディスパイア STA3.0 を使ってみました。これまでのニッパーは、パーツを切り出すときに、パチンという音が聞こえ、手には切り取ったときの感触があります。対して、こちらは刃がスッと入り、手に切り取った感覚がないと、これまでのニッパーと明らかな差を感じました。切断面は確かに綺麗になりますが、綺麗がゆえにニッパーの扱いの熟練度を浮き彫りにしてきます。つまり、この製品を含め、高級なニッパーを買ったからといって、いきなりは理想通りに切れないということです。そこは私自身の認識の差なので、製品に非はありません。ディスパイア STA3.0 は、同価格であるアルティメットニッパーに相当できる性能を持っていると思いますので、どうしてもアルティメットニッパーでないといけないという人でなければ、手を出してもいいかもしれません。終わりに、ヤスリの量を減らすという目的についてですが、綺麗に切れても仕上げや合わせ目消しで結局やすることになるので、作業量は減らないと思いました。同じ目的でニッパーを買い替えようとしている人の参考になればと思います。ということで、この動画は以上となります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。